まあボリュームありそうだね、今回は。いや、長そうですね、これはねえ、もう。私英語は何回になるんだみたいいや、本当僕、レッドブル持ち込んでいいですか、ここに。な。いいや、ダメですか。はい、わかりました。武田塾チャンネル。ついに来ました、ついに待望の。何ですか、待望の。英語です。おお、英語来ました。武田塾でもね、はい、英単語の覚え方からやっぱり、はい、塾の基本理念ができてるわけなんで、うんうん、やっぱり受験生の多くはね、はい、英語と数学早くしろ早くしろとね、はい、思ってると思うんでですね、まずはちょっと英語の方をね、はい、しっかり喋っていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。さて、始まりました、英語、はい、第1回目からね、英語の喋っていこうと思いますけれども、英語の勉強法ですね、はい、お願いします。まあとは言ってもね、はい、英語って言っても、はい、他の教科と比べてやっぱりいろいろ喋ることあるじゃないですか。そうですね、うん、英語はなんかジャンルがすごい分かれてる気がしますね、僕は。まあ英語って、はい、武田塾のその塾そのものを作った動機の中でも結構大きい部分が実はあって、はい、要は武田塾の勉強法の大元って英単語の勉強法が元になってるじゃないですか、うんうんうん、まあ、さらに大元をたどると九九なんだけど、はい、うん、要はそのどんな参考書なりもうでもやっぱり一個一個完璧にしていくことで成績上げていくっていう考え方が大元になってて、はい、でなんでそれは英単語なのかっていうと、はい、まあ、英語は最後は極論長文が読めるか、はい、もしくはちゃんと書けるかみたいなことが大事になってくるわけです、うん、まあ、はい、やっぱりその読むと書くだと書くよりも読むの方が圧倒的に量は基本多いんで、はい、基本やっぱ英語が読めるようになるかどうかじゃないですか。そうですね、うん、で長い長文を読もうと思ったら、うん、短い文章を読めなかったらまあ読めないよねと、はい、一文を例えば読むっていう、そうすると英文解釈とかいるんだけど、はい、それを読むためには文法とか単語ができないと結局読めないよね、うん、っていうことで、うん、じゃあまず大元単語すら覚えることがちゃんとできてなかったら、はい、その先の文法なり長文なり、うん、まあ、英文解釈なりはできないよねと、はい、いう理念のもとに武田塾って作られてますよね。なるほど、うん、その英語の基礎のところで暗記方法とか復習方法がもとに、はい、武田塾がどんどん勉強作られてるってことですね。で、英語を最終的に身につけるためには、はい、どういうステップを踏んでいけばこう力がつけられるのか、うん、さらに言うとどこまでやったらどのレベルまで、例えば日大レベルってじゃあどこまでやればいいのとか、はい、マーチはどこまで、早慶はどこまでとか、東大だったらどうなんのみたいな、うん、はい、要は今の武田塾のベースとなっている基本ルートだったりレベルの概念とかは全部英語を大物として作られてるわけなんですよ、はい、なるほど、英語が基礎になってるわけですね、うん、そうですね。武田塾の4日2日のペースとか、うん、はい、バツをつけて100点全問正解になるまで徹底的に繰り返すとかね、はい、ああいうやり方の理念は全て英単語を使って学んでいくことができますよと、うん、なるほど、うん、なんか深いですね、やっぱ英語の英単語覚え方が他の科目の覚え方とかその参考書の使い方につながってくるわけですよね、はい、そうですね。だから、はい、逆に言うと英単語が覚えられてない人っていうのは、はい、なんか勉強法に問題がある可能性が高いと、うん、確かに単純暗記が、うん、そうそう、ですね、偏差値は高くても基礎知識がなかったりとか、はい、安定しないって人はやっぱりいざ考えてみるとやっぱ暗記嫌いでって人が実は結構多かったりはする、ね、なるほど、うん、いや英語ってやっぱ深いじゃないですか、はいはい、なんで勉強法とかもやっぱりいろいろあって本当なんか選べないんですよね。そう、はい、でしかも難しいのが、はい、英語の長文が最後でその前に単語やらなきゃいけないって話をしたと思うんだけど、はい、単語と長文の勉強方法違うじゃないですか。違いますね、うん、全然違いますね。そう、ジャンルごとに使い方が違ってて、はい、例えば理系科目なんかだと、うん、まあ、極論結局問題さえ解ければ、はい、どんどん難しくしていくだけでいいんだけど、うん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 、でも英語はいろんなものをやらなきゃいけないっていうのがやっぱり、うん、確かに、うん、なんならね、うん、早期のレベルまで終わったってその後分野別とかもあるわけなんで、ありますよね、全然違いますよね、うん、英作文と何したらいいのかがすごく分かりづらい科目ではあるとは思うので、はい、まあ、そのあたりからもちゃんと喋っていこうかなとは思ってて、はいはい、なのでまずはジャンルごとにね、はい、ちょっと勉強法を話していこうかなと。お願いします。でそれ終わったらレベルごとの使い方の説明とかをまとめてやっていこうかなとは思うんですよ、はい、いやもうよりどりみどりですね。ね、はい、ちょっとねこれ回数どんなぐらいになるかちょっとすごい心配ではあるんですけど、そうですね、うん、はい、まあ順々に喋っていこうとは思います、はい、お願いします。ということで最初に説明するのは単語と熟語についてですね、はい、で単語と熟語って覚えるって言っても何を覚えればいいのかって言ったら、武田塾の基準としてはとりあえず意味が言えればいいよと、うん、一語一訳はとりあえず答えられることが最低条件、はい、なるほど、まだスペルは書けなくてもいい、書けなくてもいいですかね、うんうんうん、はい、
まあ、実際スペルって覚えた方がいいんですかっていう質問もよく来たりはするんだけど、はい、あのね、中学生の単語だったら確かに覚えた方がいいと思うんだけど、うん、高校生はね、はい、単語帳じゃなくて英作文だった方がいいと思うな。それはそうですよね、うん、単語帳の単語全部が書ける必要は正直ないから、はい、うん、英作文の段階に入ったらやればいいから、とりあえず単語帳や熟語帳でやるのは、はい、意味を覚えるだけでいいとは思う、ね、受験生のほとんどがやっぱりもう読解だけですもんね、英語、うん、はい、で、はい、さっき言ったように一語一訳を覚えればいいっていう点だけで言えば、はい、まあ、それを守ってくれればいいんだけど、あとは武田塾の覚え方とかもちゃんとねブログにも載せたりするから、はい、参考にしてくれればと思うんだけど、うん、ただ今回ここで説明しておきたいのは、はい、単語が要は勉強がうまくいってない生徒ってどういうケースがありえるのかなっていうのをちょっと喋っていこうかなとは思うんですよ。はい、お願いします、うん。例えば、はい、紙に書いてますとか、うん、あの単語カード作ってますとか、はい、音読してますとかね、はい、まあ、いろいろあると思うんだけど、はい、あの、ありますね、覚え方は。結構これをよく思うのは、はい、その人たちは手段を言ってるのであって、うん、結果的に何が身についたかを気にしてないケースが多いって思うんですよ。もう目の前の手段とかプロセスにもう、うん、目がいっちゃってる、そう、例えば10回書くっていうことを、はい、その単語間違えたら10回書くって決めてる人がいるとするじゃないですか、はい、10回書いたって覚えられるかどうか分かんないじゃないですか。確かに、逆に書かないでも覚えられるものは覚えられるし、はい、覚えられるなら 2,30 回書いた方がいいんじゃないって話になるし、なるほど、で、はい、要はその単語の勉強をするっていうのは、はい、何ができてたら、はい、単語の勉強したことになるのっていうのが重要なわけですよ、はい、だからその100点取るやり方、うん、本当に例えば10個ずつに区切って10個全部当たったら次の10個いってみたいなやり方でやっていくという武田塾のやり方を守ってやってたら、うんうん、100点やん取らないとその日宿題やったことにならないじゃないですか、うん、なるほど、ならないですね。紙に書いたりとかだけで罰つけました、はい、じゃあそれはプロセスの途中であって、はい、そこまでで宿題は終わりじゃないんだよ、うん、1回テストして終了じゃないんだよ、それを一語一訳で100個なら100個全部当たる状況に持っていかないとできたことにならないんだよっていうのがすごく大事なわけですね、うん、やっぱそこが結果ってわけですよね、はいはい、しかも悩まずに答えられなきゃいけない、うん、これも実はすごく重要なポイントで、はい、単語悩んでる時点で、はい、その知識は使えないだろうって話、ね、そうですよね、はい、うん、英語長文で単語わからない単語出てきて、はい、10秒考えてうんってやったら、まあ、英語長文絶対読み終わらないですよね、はい、ただ一冊完璧にするんだよとか、はい、単語を全問正解するんだよって言うのは簡単で、はいはい、まあ、それはそうだよなって多分聞いた方思うと思うんですけど、うん、でもじゃあ本当に100点取れると、うん、仮に今この場でテストされて100点じゃなかったらもう大学合格ですよって言われて、はい、やれるかって言われると、はい、結構やっぱ意識してやってないと、はい、そこまでできないんだよね。いや、できないですね、うん、それこそ武田塾のテストも8割最低ラインで、はい、超えたら先行っていいって話はしてるけど、はい、やっぱ受かる子は 95% とか 100% 取ってくるし、取ってきますね、うん、で 100% って意外と取れないっていうのを知ってるんですよね、みんな、うん、やっぱりそこまでやってくる子たちって 99% 結構ザラにあるんですよね。ありますね、単語1個だけなんか間違えたとかね、はい、あれ悔しいんですよ、うん、はい、僕もやっぱ 100% 取るために120% とか 130% ぐらいやっぱやってましたね、うん、はい、はい、だからね、単語ってすごいその人のやり方がね、如実に出ると思うんですよ。あ、勉強に対する姿勢とかですね、すごい、ね、なるほど、まずは単語で勉強についての意識替えっていうのをちゃんとしなきゃいけないっていうのを思ってて、はい、あの単語を覚えられる、本当に100点取れるまで持っていけるってことができれば、どの教材でも、はい、あとはそれごとに適したやり方さえ守れば、うん、100点持っていくことはできるだろう。なるほど、ということですね、はい、なるほど、いや、はい、単語ってこんな奥深かったんですね。やっぱでも、はい、全てのベースになるものだから、うん、やれば誰でもできるっていうのがやっぱミソだよね、うん、だから裏を返せばやってないからできない、やり方がやっぱり甘かったり、うん、なんか間違えたりするからできてないっていうことを見直す、うん、自分の勉強がおかしくないからみたいな、うん、だからもう本当にスポーツとかね、バスケのトリプルだったりとか、はい、まあ、そういうレベルの話なわけですよ。確かに、なんか僕もそのやっぱ今までずっと授業を2年間予備校で受けてきて、でそこから武田塾に言われて、その単語帳を一冊その完璧にしたっていう経験から、うん、あ、もうこれいけるって思って、そこからやっぱりもう僕の人生ガラッと変わったんで、はい、確かに単語の暗記できれば他もいけるだろうなっていうイメージがすごい湧きました、うんうんうん、はい、それが基礎が完璧にできるってことがどれだけ大事なのかっていうのを、はい、しっかりここで学んでもらいたいっていう、はい、うん、なるほど、ね、やり方自体はもう、はい、ね、ブログとかにも書いてある、はい、罰をつけたり4日2日のやり方をちゃんと守ってやってくれればっていう話です ね、はい、うん、はい、で、はい、その単語と、まあ、熟語、まあ、この2つは暗記系統なんで、はい、これでちゃんとやり方を身につけた後にですね、うん、まあ、もしくは同時並行でやるものっていうのが英文法英文法ですね、文法、はい、はい、で
文法からはやっぱりそのやり方が変わってくる、はい、要は何ができるようになったら正解と見ていいのかっていうのが、うんはい、単語は訳が当たればよかったと。なるほど。文法は単語と同じくじゃあ訳の代わりに答えが当たればいいか、そうじゃない、うんうんうん、確かにここは結構そのネクステージやっててやっぱ丸暗記になっちゃいますとか、うんうんうん、そのなんかどういう風に答えられたらいいんですかって結構質問多いところですね。そう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 、はい、まあ多分みんながねネクステージ見て思うのは、あ右側覚えればいいのかって思うと思うんですよ。はい、ありますね右側、うん、解説のところ、はい、ただね、はい、右側覚えようとしても、はい、多分ねその覚えても解けない可能性はちょっとあるかなっていう。あなるほど。なんていうか覚え方が分かってないと、はい、ただ、はい、あれをなんていうか写真みたいに全部入れたところであんまり意味はないかなっていう。なるほどなるほど。右ページはさ、はい、実際の入試問題に出てこないでしょ。出ないですね。出ないでしょ。もう解説ですからね、うん、だから本来は問題文とその選択肢だけでさ、はい、答えにたどり着かなきゃいけないはずじゃん、はい、そうですね。その試験内では与えられたりするだけですよね、うん、だから、はい、その情報だけでその右側に書いてあることに気づけなきゃいけないわけでしょ。なるほど。じゃあ右側が分かって解けるじゃなくて、うん、左側だけ見てその答えの手、右側が思いつかなきゃいけない、なるほど。そうだから、はい、右側を覚えたとしても、はい、その問題でなんでこの右側の知識を使うってことが分かるんだってことが分かんなかったら解けないわけですよ。なるほど。それ結構そこでつまずいてる人多いと思いますよ。そう、はい、でよく例え話で言ってるのが、はい、例えば4択ですと、はい、時制の問題ですと、はい、で回答が現在形と過去形と未来形と現在進行形が並んでますよと、はい、で正解が過去形でしたと、はい、なんでって言ったら、はい、多分その文の中にイエスタデーとか、はい、ラストイヤーとかさ、はいはいはい、それ明らかに過去の表現があるから、はい、それが正解になってるわけじゃないですか、はい、でそれを本文問題文見た時点で気づけるようにしなきゃいけない。なるほど。そこで気づく力も必要ですね、うん、そう、はい、だから過去の時制には過去、過去の表現があったら過去形落ちるみたいな説明が多分時制の右目に書いてあると思うんだけど、それだけ覚えても意味がなくて、この問題だったら、はい、ここに過去の時制っていうのがあるから、はい、だから今回選択肢これなんだなみたいな、あ、というふうに分かるようにしないと、はい、その問題とリンクさせないと右ページだけを暗記しても意味がないっていう、はい、確かに。それを使って解くところまでやらないといけないっていう。なるほど、はいはい、当然それを解説読んでも分からないケースがあるから、はい、それはその講義用の参考書といわれるフォレストとか、はい、大岩の一番初めの英文法とかね、はい、ああいうものを使って、うん、右ページだけで分からないときはそこで補強するわけです。うん、なんでそれ正解なのかな、どこで分かるのかな、はい、どう考えたら解けたのかな、意外とね解くってことを考えずに右を覚えてる人多いんですよ、はい、いや多いですよ、めちゃめちゃいますよ、うん、はい、僕も初めそうでしたけど、うん、はい、でそれやっちゃうと、はい、なんていうかそれを使ってどう考えるのかが分かんないんですよね。確か応用が効かなくなりますね、はい、使う前提で覚えてないっていうか、はい、覚えることが目的になってて、はい、覚えて使うっていうことが目的になってないみたいな、うんうんうん、確かに。なので、はい、あくまでも左ページの部分だけでその解き方を思いつかなきゃいけないっていう発想は絶対捨てちゃいけないっていう、はい、なるほど、うん、ことなんですよね、はいはい、いやこれかなり重要ですねこれは、うん、はい、で、はい、それができるようになってきたら今度はそれをランダムで試さなきゃいけない、はい、英文法の参考書って大きく2種類ジャンルがあって、はい、網羅系と演習系、はい、網羅系っていうのはネクステージみたいに、うん、家庭法なら家庭法ってテーマがあってそこに問題がブワーって並んでるケース、うんうん、そしたらさもう家庭法って書いてあるだけでヒントじゃん。そうですね、うん、はい、今回家庭法の範囲やってるだって分かりますからね、はい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 、だからそれが分かってたらどこ見ればいいかあるって分かるでしょ、その家庭法の問題解きまくってればさ、はい、うん、時制とりあえず見ればいいんだなとかさ、はい、で、はい、ランダムだと、うん、そのどの分野か分からないからどの分野だっていうのは判断する能力がいるじゃん、はい、いりますね、ワンステップもう一個いるじゃん、はい、そこで今言った解き方が必要になってくる。なるほど。わけなんですよ。そういう視点で勉強しないと気づけないわけですね、うん、ごちゃ混ぜの問題だと。その問題の肝というか、はい、判断ポイントが分からないことになっちゃう、はい、だから、うん、ネクステのレベルだったらもう一冊やっても解けんだけど、はい、ランダムな瞬間解けなくなるみたいな、はい、センター第2問は全然解けないみたいな状況になるわけですよ、これやんないと。なるほど。いやもう文法ができないって人はこれちょっともう一回見た方がいいですね、このところ、うん、だからやっぱりその目的意識っていうのをしっかり持って文法もやっていかなきゃいけないよと、はい、なるほど。それを解くっていう時は、はい、実際に解く時と同じ材料だけで解けなきゃダメなんだよっていう話ですね。なるほど、はい、で、はい、続いてが英文解釈を、はい、解釈になるわけなんですけど、はい、そもそもさ英文解釈っているのっていう人は結構いるかな、はい、ありますね。なんかできる人とか、SVOC 振ってんのお前ププみたいな人いませんなんか、うん、そうそうそう、はい、実は自分も結構そっち派というか、はい、国語は得意だったから出た
単語をほとんど分かんなくても、はい、なんとなく聞いてくる内容と文の流れで、はい、ほぼ予測できるっていう。いやーもう本当僕、うん、僕現代文できない人なんで、その人の気持ちが本当よく分からないんで、うん、もう本当もう僕帰りたいですね、はい、ただ、はい、これね、はい、点が取れるかというとまた話は別で、お点が取れる、はい、役は確かにある程度当たるんですよ、はい、解釈ができなやんなくても、はい、その国語力ある人だと、うんうんうん、で簡単な問題ならそれでも解けたりするんですけど、読解内容把握問題はいけるわけですよ、はい、結構これで、はい、でも文法とか関わってくると全く解けなくなる。あーなるほど、そこで引っかかるわけですね。要は理由が分かんないわけ、はい、だってさ、例えばだけど、はい、形容詞と副詞とかだったりするけど、はい、それが形どっち入れるんだろうっていうのは、はい、意味的にはさ、はい、どっち選んだとしても大差ないわけじゃないですか。確かに確かに。だけど、はい、それは文法的にいやこの形だったら、はい、あの SVC の C が入らなきゃいけないから、はい、で選ぶわけじゃない。なるほどなるほど。だから、はい、そういう理由で選ぶときに、はい、うん、解釈が絶対いるわけです、構文把握っていう部分が、はい、だから解釈するっていうこと自体がやっぱり、はい、なんていうか訳すことだと思っている人が結構多いじゃないですか。違う、ちょっと違いますよね、うん、はい、訳す前の段階なんで ね、 そうですね、はい、訳しやすくするっていう、はい、簡単に言えば英語の大きな塊をこう文の構造でこう整理していくっていう、はい、読む手順を整えるっていうやり方になるわけですよね、はいはい、なので実はやっぱりその、はい、技術としてちゃんといるものではあるっていうことなんですね、うん、確かに。で、はい、解釈の時点ではやっぱりその基礎力の完成度が試されるっていうのがある、はい、基礎力の完成度、例えば単語とか文法の時点で、はい、よくその文法やらないで解釈とか長文やっていいですかって人もいるじゃないですか。そうですね、解釈で結局同じことやるじゃんみたいな、うん、はい、解釈するときに文法いるじゃん。そうですね、確かに仮定法なんやみたいな、うん、はい、なので、うん、まずはですね、基礎知識をちゃんと入れて、はい、それが使えてるかを解釈の参考で試すという流れをちゃんと作るようにしなきゃいけないっていう、うんうん、確かに解釈は今まで使った知識を総動員しますよね。そうですね、うんうん、で解釈の問題集を使うと、はい、訳が訳すぎて、うん、こんな訳いや自分で訳しても絶対一致しないんだけどみたいな。ありますね、もう解釈あるあるですね、解釈あるあるなんですけど、はい、これはあの解釈の参考書の文章が、はい、長文から切り取ってるからなんですよね、うんうんうん、確かに確かに。なのでその文章だけでその訳にはならなかったりするケースが結構ある。ありますね、なんか前提条件があったりとか、うん、いろいろありますよね、そうそうそう、話の流れとか、うん、はい、だから解釈の時点では直訳が書ければいいんですよ、はい、綺麗な訳が書けなくてもいいよと、うん、綺麗な訳が書きたいなら和訳の練習とかをするべきだとは思うし、はい、それはまた解釈とはちょっと違うんだよって話ですね、はい、ですね。だから裏を返すと訳そのままめっちゃ綺麗にできてる人は、はい、多分訳を暗記してるんだろうなって話になるわけなんですよ。間違いないですね。だからそれじゃ意味がないっていう話ですね、うん、はい、なので解釈の目的を間違えないように気をつけましょうと、はい、話なんですね、はい、で直訳で書けるようになるっていうのが大事だよね、はい、これそこはなんていうか頭の中でなんとなく訳してみると、はい、いざ訳書いてみろ、直訳でいいから書けって言って、はい、書ける能力って実は結構な差があるんで。ありますね、もう全然違いますね、うん、はい、なので、はい、解釈に入ったらちゃんと書いた方がいいですね、訳は、うんうん、ですね、構文振った上で直訳を書くと、はい、必ずしも回答の訳と一致しなくてもいいから直訳がちゃんと書けてる状態にはしていこうという、うんうん、話ですね、ですね。これによって一文が正確に訳せるということですね、はい、で英文解釈に出てくるその一文というのは、はい、長文の中で基本一番難しい部分なわけじゃないですか。ですね。それ以外の部分は基本解釈に出てくるところを訳せれば、はい、まあ、まず訳せるわけですよね、はい、よほど特殊な単語とか出てこない限りは、はい、なので、はい、ここができるようになれば長文にも入れるようになると、はい、いう話になってくるんですね、はい、いやもう本当ここ結構革命的で、なんでこの長文の一文を読めるようにしなかったのかっていうのは僕のこの予備校生活2年間の反省ですね。その一文読めないのに長文長くなったら読めるわけないじゃないですか。そうなんだよね。でもそれをやってない子が本当に多くて、もう僕はもう毎日受験相談でこうやってこうやってやってます、はいはい、なので本当にもう一文解釈で読めるようにすると、そうすれば世界が変わる。そうやってほしいですね、ぜひ。そしてこれが終わったら長文に入っていくわけなんですけど、やっぱ英語は長文ですよね、うん、はい、まあ集大成ですね、はい、長文はまずその読めるかと解けるかが関わってくる。お、うん、読めるかと解けるか、これは国語にも話してたと思うんだけど、はい、でその長文が読めない解けないって言ってる人の多くはですね、はい、なんで読めないのかが多分その的が絞れてない可能性が多いと、うん、そもそも訳せてないのか、うん、訳せてんだけど遅いのか、うん、その本文は訳せてんだけど選択肢は訳せてないのか、はい、訳せてんだけど国語力の問題で当たんないのかみたいな
結構人によってそこが違うんだけど、はい、やっぱりそこが正確に把握できてない可能性が高いところですね、うん、ありますね、はいはい、僕はなんか一つ一つなんかつかかったので、まず本文読めなくて、その後選択肢切れなくて、うん、その後あの文章は日本語になっても読めなくてみたいな、はいはいはい、一つずつ壁がありましたね、うん、はい、なのでそれぞれ何が原因でできてないのかを把握していった方がいいと、はい、で英語の場合は読めるかっていうのは、うん、まあ、訳せるかっていうのが一つあるのと、時間内に読み終わるかっていう、はい、まあ、ここがあるわけですよね。そうですね、うん、はい、確かに。で、うん、訳せるかっていう部分に関しては、先ほど言っていた単語、熟語、文法、解釈、うん、このあたりが全部ちゃんとできているかどうかっていう話になるわけですね、うんうんうん、確かに。それができていれば、まあ、時間が気にしないであれば直訳はちゃんと書けるであろうっていう条件に持っていけば、それができないなら、はい、質問参考書に戻んなきゃいけないって話になるわけだから。そうですね、うん、はい、なのでまずはそこをちゃんと確かめなきゃいけないんだけど、はい、あの読むの遅くて時間足りないなみたいな人、はい、うん、これはその国語でも言ったけど、まず音読した方がいいよって話はしてて、はい、英語の場合だとシャドーイングっていうのをね、後で説明するけど、はい、シャドーイングっていう追い読み、うんうん、CD の音に若干遅れて音読をするってやり方で、はい、理想となる速さを設定するっていう、それを真似してその速さになれるってことをやった方がいいと思うんですけど、うん、あのね、音読一つとっても音なんだけど、はい、英語の音読って結構読み飛ばすじゃないですか。読み飛ばしますね。音出さないというか、はいはいはい、スラッといっちゃうようなところもあるし、はい、訳でも、はい、まあ、あの全部が全部完璧に訳せなくても、うん、部分部分をちゃんと把握してれば内容を把握できたりするじゃないですか。そうですね、はい、うん、でもこの辺ってなんか、はい、その速さに慣れてこの時間の中でやろうと思ったのはこのぐらいしか読めないかなっていう、うん、なんて感覚があるからこそ、うん、そのなんていうか、うん、ちょうどいい具合の読み方ができるのであって、はい、あの自分のやり方を徐々に早くしようと思ってもできないんですよね。そこのバランスが難しいですよね、うん、はい、結構最初からこの速さで読もうって決めて慣らしていかないと、はい、まあ、あの徐々に早くするのはすごく時間がかかるっていう、うんうん、確かにものなので、はい、まあ、そのあたりはシャドーイングとかを使って上げていくと、はい、うんうん、でもう一個解き方、はい、まあ、国語にも共通する部分なんだけど、はい、ただもう一個英語ならではのところで言うと、はい、あのね、選択肢訳してみてほしいんだよね。選択肢を訳す、うん、説問もそうだけど、はいはいはい、要は国語の理由で間違えてるのか、はい、英語の理由で間違えてるのかが結構大事なところで、はい、国語の理由、つまり日本語にしても分かんないのか、はい、日本語にしたら分かんのか、うん、それは英語のせいじゃんって話で、はい、このどっちかによって対策しなきゃいけないことが変わってくるわけなんですよ、うん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 、それは本文もそうだし説問もそうで、はい、そこ意外に結構気づけないですよね。盲点ですね。解く能力としては選択肢をちゃんと正確に把握できる能力が必須なんですよ、はい、だって選択肢を読み間違えたらさ、はい、答え逆になってもおかしくないわけじゃん、はい、だけどそれ実は結構起こりやすくて、はい、あのそれこそ否定形の形だったのに、はい、読み間違えて肯定で読んじゃってるみたいなレベルもあり得るわけじゃないですか。あ、そうですね、結構まずいですが、うん、ありますね、うん、はい、で訳せてる上で当たらないならそれは国語の問題だから、それこそ現代文とかの対策をしていかなきゃいけないかもしれないし、はい、で英語の特売でも現代文と同じく回答の根拠っていうのを自分より英語できない人に説明できるようにしなきゃいけないと、はい、でしかも長文とかって問題が少ないから一回解いたら覚えちゃうじゃないですか。覚えますね、結構頭に残りますね、ストーリーとか。でその時にその英語長文ができるようになったという基準を間違えてると答えが当たればいいと思っちゃうんですよね、はい、なるほど。それって、うん、まあ一回解いたら当たるじゃないですか、当たり前だけど、はい、うん、1ヶ月ぐらい経たないと忘れないじゃないですか、はい、なのでそれが意味がないと、うん、答えが分かってるかどうかじゃなくてその答えを人に説明して納得できるレベルの説明ができるかどうかなんですよね、結局は。もう理由付きでその選択肢を何で選んだかが言えないといけない、はい、うん、はい、何行目にこう書いてあって、うん、こういう風になっていくからこれ正解なんですよ、はい、この選択肢はこれでダメなんですよみたいなのは言えなきゃダメ、はい、なるほど。しかもそれが、はい、自分よりもできない人に分かってもらえるレベルの解説じゃなきゃダメ、うん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 、自分よりでダメなっていうのは要は解説、はい、読んでも分からない人に解説して分かってもらえなきゃいけないっていう。なるほど、はい、なんか選択肢一つずつこれなんでっていうのがやっぱ言えるようになるとやっぱ全然解き方変わってきますね。そう、こういうこと、はい、これのやり方のことをリーズニングって。そう、リーズニング超重要するんだけど、はい、リーズニングはやっぱ難しいんですよね、うん、でもやっていくと分かるんだけど、はい、あのね、間違いさせ方にはルールがあるんですよ。ありますね。で正解の作り方にも実は結構ルールがあって、はい、これが分かってくると、うん、ある程度予測はつくんですよね、うん、ここで判断すればいいんだろうなみたいな。そうですね、この説問だとここを多分読んどかないといけないなとか、うん、このそうそうありますよね。でそれを元に本文に戻って、はい、ここでこうやって書いてあるからじゃあこっち違うわみたいな感じで判断できるようになってくるっていうので、はい、間違いの作り方ない正解の作り方が分かってくるっていうのが、うん、まあ、ポイントですね。ですね、はい、はい、
なんか僕もやっぱり後半は現代文の力が上がって、うん、で英語も結構やっぱその後また追い越すように上がってみたいな形でした ね、はい、で英語の長文もねやっぱ何が上がっていくとねそもそも日本語にしても難しいという文章が出てくるわけなんですよ。そうなんですよね。なんか難しくなると抽象度が高くなるじゃないですか、うん、あれが辛いですね。まあやっぱりあのマーチ の、はい、あの毎年出る品質英語長文あたりから、はい、あとはポレポレ銀紙たりか、はい、やっておきたい700あたりが、はい、そうですね、凄まじく難易度が高い、はい、今後でも正直よくわかんねえみたいなのが出てくるっていう現代文の問題がこれみたいな、はい、うん、論文出たりとかしますよね。まあ、その辺までいくとやっぱりその正確に訳せて、はい、さらに現代文の知識がないと読めない可能性が出てくるよって話です ね確かに、うん、これがまあ英語の長文の成績を上げる上ですごく大事なことだよと、はい、うん、いうわけで、はいはい、まあ、とりあえずここまでで長文の読み方までの基礎知識などが、はい、大体、説明が終わりました、ね、ですね、はいはい、であとは一つその、まあ、あとは、ね、分野別もこの後いろいろ追加で話さなきゃいけないことあるんだけど、その前に、はい、武田塾の基本ルールをこなすときにもう一個やらなきゃいけない、はい、さっきちょっと出てきたけどシャドーイング、はい、これのやり方を武田塾独自のシャドーイングのやり方があるんで、はい、これを説明していこうとは思うんですけど、お願いします。そもそもシャドーイングって何っていう話なんだけど、さっきちょっと軽くは説明したんだけど、はい、追い読み、日本語で言うと、はい、まあ、シャドウだから影だよね、はい、影のようについていくっていうこと。あ、なるほど、それでシャドーイングって言うんですね、うん、なんだけど、イメージカエルの歌、カエルの歌、あのカエルの歌って歌っていくとさ、カエルの歌が、そうそうそう、ね、それの後に続いてまた次の人歌い出すじゃん、はい、カエル、確かに続いていきますね。そんな形で CD の音をまず流すわけですよ、はい、それにちょっと遅れて、はい、まあ、2,3 単語ぐらい遅れて発音を真似していくと、はい、なるほど。で、うん、同じスピードでついていくっていうことをやっていくんですけど、はい、で本来シャドーイングっていうのは本文なしで CD のみで CD の音についていくっていうをやっていく、英文見ないでその英文読まれてるやつをそれに対して、はい、そう音読していくとかですかね。だけど武田塾のシャドーイングは本文見ながらやってくださいって言って、おあ、本文見ちゃっていいんですね。見ていい、むしろ見ろ、 見なきゃダメ。なるほど、最初は、はい、それなんでですか。あの、はい、さっきこれ目的、シャドーイングの目的っていう話をちょっと長文の時に話したと思うんですけど、はい、シャドーイングの目的は2つあって、うん、1つは、はい、まあ、リスニング強化、はい、これは別に本文なくてもいいんですよ、うんうんうん、だけどもう1個が、はい、長文の読む速さを上げる。わあ、それ重要ですよね。だから CD で読まれてる速さを普段訳す時の速さに設定してほしいんですよ、うんうん、あ、その CD の速さをもう通常にしてほしい、そう、その速さで長文読むようにしてほしい、はいはいはい、それできたらかなりいいですね、うん、はい、でこれの練習するのが速読英熟語なんですよ、うん、速読英熟語の CD はかなり速いんですよ、ペースが。なるほど、うん、はい、ほらあれが、はい、まあ、速読英熟語で長文は全部で50台あるんだけど、はい、もう CD の音と同じ速さで、うんうん、まずはついてって音読できるようになると、うんうんうん、でそれをまず1周目やってもらって、はい、2周目はその速さで訳せるようになる。なるほど。で、はい、3周目は CD なしで同じ速さで訳せるようになる。CD なしでも、そう、はい、引っ張ってくれる人なしでスピード落とさずに読み切れる、はい、でその段階で読む速さはかなり上がってる、はい、100ワード1分とかで読める力がついてるかなとは思うんだけ ど、 なるほど。同時に今度はその本文だけでさっき言ったそのシャドーイングというか音読ができるようにするって話したと思うんだけど、はい、もう一個は今度は CD だけでシャドーイングができることも同時にやってほしいんですよ、その時に。うん、だから最初は CD プラス本文で1周目がついていければいいよと、はい、音読できればいいよと、1文通してね、はい、で続いてその速さで訳せるようになりましょう、うんうん、で第3段階は CD と本に分けて、はい、長文の速度を上げたいのは、はい、その本文だけでシャドーイングと同じ速さで訳せるようにしなきゃいけない、うんうんうん、で、CD のみで今度はシャドーイングについていかなきゃいけない、うん、CD だけでシャドーイングができて、うん、音読してる速さでそのまま頭の中で訳せてる状況まで持っていかなきゃいけない、はい、でその両方で速読とリスニングが上がるってことになる。一石二鳥ですね。そう、はい、で、はい、速読に関しては別に長文やりながらどんどんやっていってもいいんだけど、はい、リスニングに関してはこれができるようになったらリスニングに入ってほしい。あ、それでなんかリスニングの基礎を作るっていうか、はいはい、これやってるかやってないかで全然難易度が変わってきます。あとでもまた話すけど、はい、リスニングは本文を聞き取る能力と、うん、リスニング問題を解く能力がいるわけで、うんうんうん、そもそも本文が聞き取れないんですよ、これができないと。確かに。なので、うん、まずは耳を鍛えようっていうことで、うん、本文見ながらのシャドーイングが最終的に本文なしのシャドーイングまで持っていければ、はい、速熟50分全部あの速さでシャドーイングのみで理解できるまでいってれば、まあ、センターはまず全然いける、うん、これがシャドーイング、まあ、武田塾式のシャドーイングですね、うん、なるほど、はい、ここまでが全員共通で基本やらなきゃいけない、はい、
もの、はい、それに加えて例えば記述が必要だぞと英作が必要だぞとか、はい、文法ちょっと難しいのが必要だぞみたいになったら、うん、分野別っていうのを追加していけば、はい、志望校に必要な英語の対策は全てできるようになりますよっていうのが竹田塾のルートなんですね。お、はい、なんかいいですね。これを一つ一つやって最後やっぱり解釈が長文で完成って感じじゃないですか、はい、でプラス分野別をやってと。そうですね、やっぱ普通の学校とか予備校ってこれ全部ごちゃ混ぜでやるじゃないですか。そうだね、そこがちょっと僕ダメでしたね、うん、ダメっていうかもう分かりにくかったですね。まあ、はい、ね、1個で全部できる人ならいいんだけど、はい、やっぱりそれぞれやり方が違うし、はいはい、ポイントがちょっと違う部分があるから、はい、まあ、小分けしていくとこういう感じで気をつければいいんだよっていう話ですね。はい、はい、ということで、はい、各分野の基本的な勉強法の話は、はい、し終わったんで、はい、続いてじゃあそれをもとに、はい、その竹田塾の英語のルートっていうのを、はい、レベルごとにね、はい、どうやってやっていけばいいのかっていうのを説明していこうとは思います。はい、はい、で英語はですね、はい、まあ、数学もなんだけど、はい、あの他はさ国語とか社会は日大レベルからスタートするじゃないですか。そうですね、日大レベルから始まりますね、うんうん、はい、でも英語は実はもっと下のレベルからあるんですよ。お、うん、大東亜ルートというのがあります。大東亜ルートというのは読んで字のごとく大東亜帝国という大体偏差値40中盤から後半ぐらいの偏差値のところの大学のレベルの、はい、まあ、対象のルートとは言いつつ、はい、まあ、メイン対象は学校 の授業内容についていけない人向けのレベル、はい、いきなり入試の英語やるの辛いから高校内容の基礎から復習したいなみたいな人向け、はい、うん、なんなら中学内容の確認からやりたいの人向けのレベルっていう感じですね、はい、おなるほど、はいはい、でこちらの、参考書が、はい、まあ、標準と発展があるんですけど標準で3冊、うんうん、発展で3冊あります。はい、うん、で標準の参考書が、はい、まずはシステム英単語ベーシック、はい、これはその、まあ、システム英単語っていうのは2冊あって、はい、あのもう1個のシステム英単語の普通の方は、はい、まあ、竹田塾の基本ルートであのよく使われるものなんですけど、はいはい、シスタムベーシックは、うん、あのセンターまで、はい、まあ、大体中学生レベルの単語の、まあ、おさらいみたいなところから、はい、高校生の基礎があって、はい、センターまで、うん、まあ、載ってて、はい、システム英単語の方は、はい、まあ、大学入試のね、はい、あの受験内容のレベルから、まあ、総計ぐらいの単語までが載ってるって言って、うん、実はシステム英単語ベーシックの2章と、はい、システム英単語の1章、はい、そしてシステム英単語ベーシックの3章と、はい、システム英単語の2章が同じ内容、はい、なるほど、あと両方の、はい、システム英単語ベーシックの4章とシステム英単語の5章の多義語が同じ内容って形になっていて、なるほど、うん、はい、で、うん、いきなり受験単語は無理って人がシステム英単語ベーシックからやっていきますよ、はい、なるほど、はい、ベーシック始めヘルプとかですかね、中学校の単語ですよね、うん、本当にすごく基礎のところからやってくれるので、はい、まあ、単語苦手だって人もここからやっていくと非常にやりやすいんじゃないかなと。そうですね、はい、はい、で同時並行でやっていくのが文法の参考書で、うん、大岩の一番初めの英文法超基礎文法編ですね、はいはい、まあ、多分その講義系というか、うん、その英文法について説明している参考書の中でも、はい、大学受験も向けのものの中では最も簡単な部類の参考書かなっていうふうには思うんですね、うん、はい、この参考書表紙になんかもうこれで分からなかったらやばいみたいなこと書いてありますよね、うん、はい、非常に分かりやすいし、はい、あと内容もかといってそこまで多いわけじゃなくて、はい、コンパクトにまとまってて、はい、で章末に毎回ね、はい、問題がついてて簡単な、はいはい、なので英文法が嫌いだって人もね、はい、基礎をつかみやすい非常にいい教材だと思います。いや、すごいよくまとまってますね、うん、まあ、これ大体ね、2週間ぐらいでやれるかなと思うんで、はい、うん、でこれが終わったら次にやるのが英文読解入門、基本はここだっていう感じですね、はい、ですね、はい、これも深いですね。僕も何回もやりました、うん、はい、まあね、読解系の参考書の割にはすごくその薄い、うん、コンパクトにまとまっていて、はい、まあ、なんていうか詳しく説明してほしい人には物足りないって感じるかもしれないけど、はい、実は必要な説明はちゃんと全部してくれてるっていう。そうなんですよね、うん、はい、詳しすぎない非常にいいところで止まってる参考書、うんうんうん、ですね、はい、まあ、なんで、まあ、そのこれで一文の訳し方っていうか本当にもう本当一文ですよね、うん、はい、はい、が分かると思うんで、うん、はい、まあね、ただこれの前にやっぱり大岩の一番初めの英文法をやっておいて、うん、文法用語とかね、はい、ある程度分かるようにしていくと、うん、だからそれだけだと実は基本はここだわ、これだけだとちょっと用語分からないケースもあったりはするから。そうですね、うん、はい、回数がちょっとまとまりすぎて分かりにくいところがあるかもしれないですね。そうそうですね、はい、まあ、そういう場合には、はい、後々使う予定であるフォレストとかね、うん、
ああいうものをちょっと用語だけでも調べておくと、はい、うん、いいのかなとは思うんですけれども、確かに、まあ、大体これもね大して量があるわけじゃないから、はい、まあ、2,3 週間で終わるとは思うんで、はい、で同時並行で単語は文法もね解釈の時もやってるので、うん、はい、大体早い人なら1ヶ月、うん、遅くても1ヶ月半ぐらいでここは終わるかなと、うんうん、なるほど、いう感じですね、はい、でその後、まあ、大東亜レベルを固めたい、はい、例えば学校の、ね、レベルもちょっと詳しくやりたいなとか、うん、このレベルを受けたいなっていう人は、はい、大東亜の発展に進んでいくんですけど、うん、この時やるのがまずまた文法の練習用教材として、はい、高校英文法基礎パターンドリルってやつがあるんですよ、うんうんうん、これはその文法のよく出る問題が同じ形式とかちょっと形変えたものがブワーッと出てるっていう、はい、まあ、あの中学生の英文法問題集とかにありがちな、うん、なんかこう挿入問題あって並べ替えがあって英作文があってみたいな、はいはい、じゃあもうドリル形式でもなんかめっちゃパターンつきまくれるみたいな、簡単な問題練習できるみたいな形なので、はい、まあ、基礎の確認としては非常にいいんじゃないかなという形ですね、はい、まあ、これも大して時間かからないので1ヶ月かからずに終わるかなとは思います。なるほど。でこれが終わったら長文をやっていくんだけど、はい、長文が2冊あって、はい、まず最初が大岩の一番初めの英文法の英語長文編、はいはいはい、やっぱりこれもやっぱりすごく難易度簡単だから、はい、正直これやんなくても長文読めんじゃねえのってところはなくはないし、確かに、あとはその本格的な入試の長文になると解釈やってからじゃないとっていうのがあるから、はい、まあ、基本はここら以上のね、うん、大学入試向けの文法と解釈ちゃんと押さえてより難しいのやらないと、はい、より上のレベルはちょっと厳しいかなとは思うんだけど、うん、基礎を押さえとしてやっておくのには全然ありかなっていう、うんうん、まあ、これも大して時間かからないんでね、はい、さっと終わらせてしまっていいんじゃないかなと、うん、でこれが終わったら、はい、英語長文レベル率問題集の3標準編、はい、はい、安河内先生なんですね、ですね、レベル1ですね、はい、まあ、SVOC の解説も書いてあって、はい、まあ、問題の難易度もちょうどよく、うん、CD もついてていろいろ使えるお得な教材ではありますけれども、はい、うん、まあ、ただここまでだと多分解釈そんなに SVOC 振ったりとかはそこまでやってないかなとは思うし、うんうん、このレベルで終わるなら正直そこまでできなくてもいいかなとは思うんで、はい、とりあえず訳せて回答の根拠が当たる、うん、で、はい、訳すときにちょっと解釈しないとわからないところがあったらその解釈だけできるようにしとくぐらいでいいんじゃないかなっていう話ですね、うん、なるほど。でこの参考書自体は多分 1,2 週間で終わるとは思うんで、はい、まあ、ここも大体1ヶ月半程度で終わるかなとは思うんで、はい、うん、大体3ヶ月あれば大東亜レベルの参考書は一通り終わらせることができるかなと、ね、なるほど。やっぱね、英語苦手な人はここだよね、はい、そうですね、ここをしっかりやってないで例えばそのなんかマーチの長文とか、うん、なんか総計なんたらとかでやっちゃってると全然伸びないですよね、うん、そもそもネクステの時点でも結構きついからね、はい、そうですね、ネクステも結構暗記で乗り切ろうとしちゃってるケースが多いよね、この辺を飛ばしてやっちゃってるとね、はい、そうなんですよ、ここをやるかやんないかでその後のなんかこの蓄積が全然変わってきますよね、はい、はい、なので英語苦手だと思っている人は大して時間かからないんで、まあ、発展の方はやらないにしても、はい、大岩の一番初めの英文法とか基本はここだわ、はい、やっといた方がいいかなっていう、やってほしいです、うん、はい、思いますね、はい、はい、でこれが終わったら続いてですね、はい、あの日大レベルに入っていくわけなんですけど、はい、うん、日大レベルは、はい、入門があります、はい、あと、標準と発展があって、はい、入門はそんなに差数はないです、はい、これが、山口先生の英文法講義の実況中継の、はい、1、2ですね、だからすごく分かりやすい、はい、うん、高校の授業を受ける代わりにこれ読んだらかなり入りやすくなるかなと、うんうん、いうふうには思います。ただ確かにそこまで難しいところを扱ってはいないから、はい、基礎をしっかり抑える、うんうん、で後々入試レベルの英文法入る前の準備として、はい、大まかな理屈を理解しておく、はい、丁寧に土台を作るための教材という形ですね、うん、実況中継は説明詳しいんでやっぱりいいですよね、うん、はい、実況中継シリーズはものによって難易度がかなり大きく上下するんで、あ、確かに先生の語り口調とかもありますよね、うん、はい、そうで、この、ね、はい、あの英文法に関しては非常に優しい、はい、うんうん、レベルで収まってくれているので、うん、まあ、本当に英語苦手な人とかね、はい、ちょっとネクスト的に入るのが抵抗あるなって人はこれをやっておくといいんじゃないかなっていう、そうですよね、うん、結構学校だとネクセすぐ配れるんで、ネクセとかまあそういうレベルのモーラー系の参考書ですね、はい、それ入る前にやっぱり大岩とかやっぱこの山口先生の英文法とかやっとくと、はい、もう全然違いますね、その後、はい、半年とか1年が、まあ、で、はい、じゃあ大岩先生と山口先生どっち使えばいいのっても悩むと思うんですけど、ありますねそれ、もう中学から英語苦手だったら大岩先生、はい、ですね、で高校入って、はい、でもやべえかなってなってきた人は山口先生かなっていう、はい、そうですね、うん、はい、自信なかったら大岩先生がやっとけばいいんじゃないかなと思います、うん、はい、ですね、挫折しにくいのもあとは大岩先生ですかね、やっぱり、はい、量的にもですね、はい、まあ、大体1ヶ月もあれば2冊とも終わるとは思います、はい、はい、
で、はい、ここからが本格的な英語をね勉強に。ここからが武田塾の真髄ですね。はい、ってことなんですけど、はい、お願いします。まあ、まずやっていくのが、はい、システム英単語と速読英熟語、はい、そしてネクステージ、はい、フォレスト、はい、なんですが、システム英単語と速読英熟語に関しては、はい、順番にやっていきます。はい、で、うん、システム英単語は押さえとかなきゃいけないのが、まず1200番までを絶対に押さえる必要があります。なるほど、1200番まで。それは何でですか？小数でいうと2章までですね、はい、これがセンターレベルと言われる単語だからですね、はい、基礎のところですか。はい、おで3、4、5章、はい、まあ、が残ってるんだけど、これは熟語終わってからやります。なので、うん、単語と熟語の勉強方法としては、まず単語を1200番までやります。はい、でその後、単語の1200までの復習をしつつ、はい、熟語を同時並行でやっていきます。おお、1200番までいったら熟語をやるってことですか？はい、なるほど。で、単語と熟語前半が一通り習得できたら、はい、単語の3章、はい、1201番以降に入っていって、はいはい、残り全部仕上げていくみたいな感じですね。やっぱこう1200までやるかどうかってかなり重要ですよね。正直ここまでは 100% でいてほしい、うん、そうですね、うん、やっぱこの1200まで僕も初め完璧にしたんで、はい、あ、この後いけるなって確信に変わりましたね。はい、はい、ですね。あのここの単語は正直わからないでやばいレベルの単語、うん、そうですね、かなりやばいです、ね、あの読解に支障が出るレベル、はい、で1201以降は、はい、まあ、知っといた方がいいけど、最悪知らない人も全然いるだろうっていうレベルの単語が、そうですね、うん、まあ、乗ってるんで、やろうと思えば長文からまあ吸収しようともできますけど、はい、まあまあまあですね。はい、なのでとりあえず1200話までだと熟語ね、はい、あのうちだと速読英熟語使ってますが、はい、ここまではとりあえず全受験生やっておいた方がいいだろうなっていうレベル、はい、ですね。いや、もう現役の時なんで1200話まで覚えないで、もう受験会場に行っちゃったんだっていうのは、僕の中ですごいなんかあの、はい、もう失敗なんですね。はい、もちろん最初の時点でわからない単語はほとんどなくなったでしょ。なくなりますね。もうあの、はい、この帳簿見た時のこの単語がない時の安心感というか、はい、あれはもう何とも言えないですね。ね、はい、で、それをまあ単語と熟語を同時あの順番にやっていくんだけど、はい、それをやってる合間に、うん、まあ、文法の参考書2冊、はい、ネクステージとフォレストを同時に使っていくんだけど、はい、基本はネクステージを解いていけばいいと。フォレストは解くものじゃないんで、うん、フォレストは辞書代わりに。はい、使うものですね。うんうんうん、でネクステージは解く部分が文法語法と会話表現、はい、うんうん、がなるほど、やらなきゃいけない部分で、その他に、はい、あの発音アクセントとか、はい、語彙とか、はい、あと熟語とかに、ね、はい、あったりはするんだけど、はい、まず熟語に関して言うと、あれは熟語を暗記するためのものじゃなくて、はい、熟語問題なんですよね。熟語問題ですね。あれは長文で読むためのものじゃないですよね、うん、きっと。だから速読英熟語とか覚えた人が、はい、それを熟語が実際に入試してくる4択問題とかで聞かれた時に答えられるするためのものだから、はい、やりたいなら熟語を覚えてからやった方がいいかなって思う、うんうん、確かにそっちの方が英語読めるようになりますよね。そうですね。だから熟語を覚えるための範囲ではないって感じですね。うん、確かに。で語彙文化の部分に関しては、はい、まあね、あのシステム英単語の5章でやるから、はい、まあ、それだけでいいし、はい、発音アクセントに関しては、うん、まあ、あのセンター受ける人とかは後々やっていた方がいいかな、うん、ただ文法の時点では、はい、会話まででいいかなっていう感じです、ね、なるほど、はい、確かに。で勉強方法はさっき言ってたその理由がちゃんと説明できる、うん、問題を見て、はい、その解ける人と解き方が同じようにできるようにしなきゃいけない。で、はい、ただそれが右側の解説ページだけじゃよくわからない、うん、あのネクステージだと左が問題で右が解説になってるからね、はい、でそれで右だけ見てもよくわかんないなっていう場合だったら、うんうんうん、はい、フォレストを使って調べると、うん、はい、ポイントなのが、はい、フォレストは分厚いからみんな難しいと思ってるんだけど、そうですね、めちゃめちゃわかりやすいですね。いや、めちゃめちゃわかりやすいですね、あれ、うん、はい、そうなんです、フォレストはいいですよ。なので、はい、よくみんなね英文法で突っかえてる人は、はい、フォレスト読んでるのって聞いたら読んでないですよね。そうなんです、読まないですよね、なかなか。確かにあれ読みたくないのはすっごくよくわかるんだけど、はい、でもそこをねグッと我慢して読んでみると、あれめっちゃわかりやすくねって言って、むしろねなんかね、はい、フォレストにハマっちゃう人が結構いるんです。そうなんですよ、もうフォレストあれもう今第7版とかですよね、うん、もうめっちゃ出てるじゃないですか、うん、やっぱあれを版を重ねるにはやっぱ意味がありますよね。はい、はい、フォレストも全部読むんじゃなくて、うん、その後ろの本当日本語作品もありますし、あと英語の作品もあるんで、どっちから調べても結構いいですよね、あれは、うん、はい、であとはあの、うん、注意点としては、まあ、フォレストの問題を全部暗記しようとか、はい、内容を覚えようとかそういうことはしない。あります、なんか例文全部覚えた方がいいんですか、はい、無理だよみたいな、うん、そっちの方がネクストよりよっぽどむずいって話なんで、はい、あくまでもネクストを全問正解するために右側ページ読んでわからないところがあったら調べるために使う、はい、役割を間違えないように気をつけましょうってですね、はい、はい、でこれで文法語法会話っていうのが終わったら、まあ、その復習をしつつ、はい、解釈に入っていきます、はい、これが入門英文解釈の技術70ってやつですね。はい、はい、でもですね、あの結構英文解釈ってその参考書どういうふうにやったらいいんですかって質問が多いので、うん、はいはい、一応英文解釈のなんかレイアウトだと左上に問題があって、その後、うん、まあ
解説があって、はい、であと訳があるじゃないですか。なんかどんな感じでやったらいいんですか。はい、まず自分なりに構文を振ります。はい、でそれを直訳してみます。はい、で直訳した後に、はい、その解説とか読んで、はい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 、なんか違う部分ないかな、うん、例えば S とか V とか間違ってないかなと確認して、うんうんうんはい、でその形ごとにどうやって訳書いたらいいかなっていうのを見て、はい、最後解説っていうか訳2番回答と見比べて、はい、まあ、明らかに違う部分とかあったらそこは、うんうん、書き直すみたいな感じでやっていくっていう。なるほどですね。はい、はい、これ結構迷ってる人が多いんで、でいい情報が。で、まあ、ポイントとしてはさっき解説というか、はい、をちゃんと読むことで、はい、本を振ること、ね、はい、自分なりに直訳すること、はい、ダメなのは訳を覚えることですね。そうですね。訳を覚えればいいとは絶対思わないように気をつけてください。はい、よくこんな訳書けないんですよって言ってる人ほど訳を覚えようとしますからね。そうですね。はい、注意です。訳は多分できないです大半は。ですね。はい、無理です、あれは。はい。と、はい、いう形なので気をつけましょう。はい。ね、でこれが終わった段階で、はい、長文に入っていくんですけど、うんうん、同時に速読英熟語のシャドウイングがスタートします。ここから速読英熟語のシャドウイングがスタートするわけですね、うん、この時点で多分熟語自体はもう終わってるから復習になってると思うんだけど、はい、この辺りからシャドウイングを1日1文のペースで追加していく、はいはい、おなるほど。それと同時に長文問題集を解いていきます、はい、で長文がこの後3冊あって、はい、英語長文レベル別問題集4中級編ってやつやって次にやっておきたい英語長文の300っていうのやって、はい、次が英語長文ハイパートレーニングのレベル2センター編ってやつをやると、うん、はい、うん、いやこれもいい流れですね、はい、本当で、はい、まあ、大体難易度順ですね。そうですね、はいはい、レベル別の4は、まあ、かなり簡単、はい、そうですね。センターレベルって書いてあるんですけど簡単ですよね。簡単、はい、でこれで解釈を実際自分でやる練習をして、はい、やっておきたい300で実際の入試レベルの問題をやって、そうですね、結構 2と5線で出そうなレベルですよね、はいはい、まあ、実際どの程度の難易度なのかなっていうのを試してやってみて、うんうん、その後ハイパーのレベル2でセンター編って書いてあるけどセンターより難かったりするような長文をやる、はい、しかもなんか知らんけどこれ一番がむずいっていう、はい、そうそうね、結構やって、はい、おるこむずくねみたいな、センターむずみたいな、はいはい、1と後半がむずいんだよねこれね。そうなんですよね、はい、これが終われば、はい、まあ、2と5線のレベルは一通り、はい、OK でしょうっていうものですね。はい、これが標準がここまでですね、うん、はい、で大体ここまでにかかるペースというか時間が、はい、まあ、ネクステが大体3週間、復習込みで1ヶ月ちょっとかかるかなと、うん、で、はい、入門英文解釈も3、はい、まあ、復習込みで1ヶ月ちょっと、はい、で長文が3、4週間、まあ、1ヶ月弱ぐらいかかるかなと思うので、うん、はいはい、まあ、単語熟語も同時並行でやっていくけど、はい、同時にやって大体3ヶ月かかって4ヶ月で終わるかなっていうぐらいの、うんうん、量かなとは思うね。いやだってもうネクステとかもう1ヶ月で終わるじゃないですか。僕何年やってたって話ですからね、うん、本当もう現役の時とか早い人2週間で全部終わるもんね。そうなんですよね。なんで参考書こんな早いのにみんなやらないんだって本気で思いますね、うん、でもいざやってみるとすっごい大変なんだよねこれね。そうですね、まあ大変ですけどでもやっぱやり方ありますからね。そうですね、はい、まあ、ここさえ終われば、はい、あとはむしろ文法と構文と長文のレベルを徐々にもう上げていけばいいだけっていう感じになるってわけですね、うんうんうん、なるほど、はい、はい、で、はい、ここまでに標準で、はい、じゃ日大とか志望で、はい、発展マーチに進まないで日大をもうちょっとやりたいよって人向けの発展の参考書があるんでこちらを紹介すると、はい、お願いします。文法が毎年出る品質センター試験英文法、うん、これはもうセンター形式の文法問題の練習ができるっていうやつなんで、はい、まあ、センターの過去問でやってもいいんだけど、はい、ただセンターの過去問以上にやっぱり解説が分かりやすいし問題もちゃんとまとまってるんでね、うん、いいですよねこれ。過去問入る前に練習するのは非常にいいんじゃないかなという形ですね、はい、でもう一個が英語長文、の毎年出る、品質基礎英語長文っていう、はい、この毎年出るシリーズもう一個の方ですね。おただこれ、はい、これねタイトルの割にむずいんですよね。そうなんですよね結構、うん、はい。だからね、これマーチレベル出てんじゃねえのって話もあるんですけど、はい、出てます実際。おだからまあ仕上げ的なちょっとむずい長文が出ても対応できるレベルということで日大の発展に入れて。確かにそ英語ってやっぱ自分よりちょっと一つレベル上の長文をしっかりやった方が結構レベル上がるってことがありますよね、はい、でも言うてマーチほどじゃないんですよね、はい、なるほど。確かにむずいんだけど、はい、マーチでも出んじゃねえのと思いつつでもマーチの標準的レベルここまででも簡単でもないよなみたいなところなんで、はい、いいですね。ちょっとさじ加減難しいところなんですけど、はいはいはい、まあその日大の過去問とかでちょっといまいちうまく取れないなみたいな人は、はい、この辺を追加でやっておくといいんじゃないかなっていう話、なるほど、ですね。いいですね。あとはここでポイントとして言っとくと、はい、この時点でセンターの英語に関しては、はい、時間内に終わるだけの実力がついていれば8割は全然いくとは思うんですね。で、うん、それがいかない可能性があるとしたら多分かなりの確率で読むのが遅い、うん、あと正確に訳せないのこの2点かなと思う。なるほど。
確かに、で知識的には絶対大丈夫ですよね、はいはい、なのでこれが原因だとしたら、はい、おそらく、鍛えなきゃいけないのはシャドーイング、シャドーイング解釈、シャドーイングと解釈はやっぱやり込み次第で全然違いますよね、もう人によって、うん、はい、あのシャドーイングの速熟が全部 CE の速さで訳せるようにいったら時間足りないってことはまずないと思う。ないっすね。逆に、はい、やってない人はシャドーイングやってるのって聞いたらやってないってことが多いんで、やってないですね大体、はい、早く読む練習の重要さを分かってないという可能性が高いっていう話ですね、うん、はい、はい、なのでここはしっかりやってもいいよっていうですね、うん、確かに、はい、でまあここまでで、はい、まあ、日大の発展やっても大体1ヶ月もかからずに終わると思うんで、はい、まあ、それが終わったら過去問やっておくんじゃないかなっていう話ですね、うん、確かに、ここまでが日大レベルになります。はい、はい、さてそれではね、はい、マーチの方にも入っていこうと思うんですけど、はい、マーチも入門標準発展とありまして、はい、まあマーチの中でも英語難しいのはやっぱ明治とか青学とかあたりじゃないですか、はいはい、そうですね、法制とかは独特だけどそこまで難しくはなかったりする、はい、ところだったりするんで、あと中央の文とかね、はい、ああいうところでちょっと長文やるときに、うん、いやちょっとマーチ全部はやれねえなみたいな人向けの、はい、あの参考でこちらの入門になるんですけど、うん、で長文が2冊あります、はい、うん、2冊が英語長文レベル別問題集5上級編、おレベル別の5ですね、レベル別の5来ましたね、うん、はい、5もねかなり簡単だね、やっぱりそうですね、なんか上級編って書いてある割には簡単ですよね、うん、でもセンターレベルではないね、そうなんですよね、その絶妙なところですよね、うん、はい、やっぱり解説がすごくいいし、はい、構文もねちゃんと振ってあるんで、うん、まずはこれやっておくといいかなと、はい、で、はい、続いてがデルモン英語長文標準レベルっていう、はい、まあ、デルモンが使っているものなんですけど、はい、まあ、すごいやっぱりそのこれは解き方とかも結構ね、はい、あの詳しく書いてあるし、はい、あとはまあ文のセレクトが結構いい感じなんで、うん、まあ、過去問でもいいんだけどこの段階に入っちゃったらね、はい、過去問の前に何か一冊やっとくとしたらこれが程よいかなっていう、うんうんうん、これも最近の参考書ですよね、そうですね、はい、はい、まあ、なのでこれの2冊やって、うん、まあ、まあ、マーチの標準進む人は進めばいいし、はい、マーチ簡単なところで勝負したいって人は、はい、まあ、この時点でも勝負しちゃってもありかなっていう、うん、試しに過去問解いてみたらっていう話ですね、はい、わあ、とうとうマーチは過去問までいけるわけですね、いこうと思って、はい、ただ上位はちょっときついかなっていう、そうですね、ですね、はい、はい、で、うん、次からがマーチの標準になるんですけど、はい、マーチの標準はまず文法が1冊出てきます、はい、うん、これが、英文法ファイナル問題集の標準編ですね、うん、はい、これはネクステージなんかで入れた内容がランダムで出てくると、うん、さらに会話問題もドンと出てくるみたいな、そうですね、感じで、はい、難易度的には、はい、解説見たら結構やっぱネクストやってればできんじゃんみたいなものばっかりなんだけど、はい、言うて解けねえみたいな、そうなんですよね、結構ファイナル英文法ってくるんでなんか最後にやるちょっと応用なのかなと思うんですけど、はい、緑の方は全然普通の問題が、はい、ランダムで出るんでむずいって感じですよね、ですね、はい、これは多分初見6、7割ぐらいかな、みんな多分ネクステちゃんとできてる人だったら、そうですね、まあ、7割は辛いかな、そうです、僕5割5、6割いくか、そう5、6割でしたね、やっぱり、はい、まあ、そのぐらいかなと思います、はい、ただ解説見たら、はい、いやこれ8割いけただろうみたいな、そうなんですよね、単純難易度かなっていう、はい、うん、ところかな、はい、でまあこれは大体ね、あの500台弱あるんで、うん、まあ、1日、まあ、50台ずつぐらいやってって、はい、まあ、2、3週間で終わらせる感じで、はい、同時並行で長文を1日1台か2台やっていくんですけど、はい、それが多分英語の勉強における最大の壁といっても過言じゃないレベルの参考書、毎年出る品質英語長文ですね、出ました文英度、うん、はい、これはガチむずい、ガチむずいですね、しかもガチむずいが括弧10番以降みたいな感じですね、なんか、はい、はい、でただ、はい、解説はすごくいいね、解説いいですよねこれ、うん、はい、で、はい、いやこれ正直やっておきたいのが簡単なんじゃないの説がよくあるんですけど、はい、事実そうですね、そうですね、これは、うん、あのただ、はい、解説がやっぱ詳しいから、はい、先にこっちやった上で、はい、練習として本当にできるようになったかをやっておきたいやりたいんですよ、やっておきたい500ですよね、そう500で、はい、で以前は500が壁だとよく言われてたんですけど、はい、これが出てからですね、はい、なんかね、これが辛すぎて、はい、500実は楽なんじゃねっていうなんか、ね、疑惑ね、ショック療法みたいな感じになる、なるほど、うん、ただマーチを壁にする受験生はすごく多いんですよ実は、はい、早期以上に多いよね、一旦壁になるのは、僕マーチ完全に壁にぶち当たりました、そこで結構1ヶ月間ぐらい僕はちょっと悩んじゃいましたね、うん、はい、ただだから安心してほしいのは、はい、この時点で詰まっても多分みんな詰まるからあんま気にしなくていいよっていう話、そうですね、ですね、ここは、はい、丁寧に時間かけて何回かやり直した方がいい、はい、うん、
ですね。まさにその通り。1日1文でいいです。その代わり本当に1時間とか2時間、はい、がっつり時間かけてしっかり読んでいった方がいい。いや本当これもう今すごい中身さらって言いましたけど、本当それをやるかやらないかでこのスランプを抜けられるか、このマーチの壁を突破できて早期に行けるかっていう壁になります。ここをね、答えを覚えるだけとかね、はい、なんかそう、もう小手先のテクニックじゃもう絶対ダメですね。役暗記するだけとか、はい、そういう乗り切り方だと絶対ダメだし、はい、ここさえちゃんと乗り切れば、はい、あとは難易度が高い文章さえ読めるようになってればいけるんですよ、はい、もうそうなんですよね、うん、ここまで来るともう結構英語できるの俺っていう感じですね。なんか、うん、一般的に見るとできる受験生になりますよね。なんていうかむずい長文を見ても、ね、心が折れなくなるね、はい、ここまでやると。そうですね、多分ここで結構な回数叩き折られると思うんで。そうですね、ボッキボキに折られるよね、この辺で。折れますね、もうこの辺はもう折れまくりなんで、逆に折れない方がすごいっていう感じですね、はい、うん。だから結構ね、この参考書実はマーチに入ってるんだけど、はい、なんかね、早計ルートまで全部終わった人が何かいい情報ないかなって解いてる人が結構いたりするんですよ。あ、確かにそうか、解説こんな詳しいのあったんだみたいな感じで使うの、はい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 、そのレベルまで行ってると、いや結構簡単なんだけど解説いいんですよねみたいな風に使ってる子が多かったっていう感じですね、うんうん、はい。だからなんていうかね、マーチで使うとむずいけど、早計で使うとちょっと簡単なんだよね、このレベルって、うん、確かに。だからマーチにいるレベルなんですよ、やっぱり、うん、で早計行くために必要な力なんですよね。ですよね、うん、なので、はい、ここを、はい、まあね、30台もあるから、はい、結構がっつりできるんで、はい、これやって、はい、その次やっておきたいの500やって、うん、まあ、2ヶ月ぐらいしっかり長文をですね、はい、解いて、はい、まあ、むずい長文に対する体勢をつけるというんですね、うん、どうやっておくと、はい、うん、間違いないですね、はいはい、であとはもうこれ終わったら過去問とかをしっかりやっていけばいいと、はい、そうですね、うん、はい。で、その後はまあ進めるなら早期行くんですけど、まあ、はい、マーチよりもうちょっと固めたいよっていう人向けのマーチの発展っていうのがあって、はい、ここまあ長文なんですけど、うんうん、デルモン英語長文の発展レベルの方ですね、今度。お、入門にも出てきたやつの、はい、今度発展で難易度上がってるんですけど、はい、まあ、これもやっぱりね、問題のセレクトがかなりいい感じで解説も分かりやすいんで、うんうん、まあ、ちょっと追加でもう一冊ぐらいやりたいかなって人にはおすすめ、はい、でもう一個が英語長文の出題パターン演習っていう、うんうん、長文の出し方順に、うん、ジャンル別に結構出てくれてるみたいな。お、その設問の出し方ですかね。そうそう、こういう設問練習したいんだよみたいな人に向けにやっとくと、はい、うん、いうものですね、はい、なかなかこの手の参考書少ないですよね。そうですね、はい、なので、まあ、うん、過去問でやってもいいんだけど、はい、ちょっと違った方向でアプローチして料金がしたいなみたいな人向けの教材って感じですね、うん、はい、こちらも。なんか読めるけど解けないって人にも結構いいですよね、はい、はい、まあ言うてね、マーチレベルまで来ると読めそうで、実際入試に解いてみるとね、合格点に行かなかったりするのよくあるから、そうなんですよね、この辺で、はい、まあ、追加してやっておくと、まあ、2冊やっても1ヶ月かかるかかからないかぐらいで終わるとは思うんで、うん、まあね、過去も入る前にちょっとやっておくっていう感じで使っていいんじゃないかなっていう感じですね、はい、ですね。ここまでがマーチレベルになります、はい、そして、はい、早慶のレベルなんですけど、はい、早慶は標準しかないです。早慶、うん、標準レベルしか入門とか発展がないんですか、うん、まあ、入門ってマーチじゃんって話だし、あ、確かに、うんうん、でここの、まあ、参考書、まあ、ここもね、はい、やっていくんですけど、はい、この時点で単語が2冊目が出てきますね、シスターベーシックやっていく人は3冊目なんだけど、はい、話題別英単語リンガメタリカ出ました、リンガメタリカ、はい、ただこれは、はい、単語以上に長文がね、どっちかっていうとシャドーイングの第2弾じゃねえかっていう話もあるんだけど、そうですね、うん、もうこれはリンガメタリカいい参考書ですよね、これは、はい、で参考書紹介でも言ってるけど、はい、これの真の価値は自分の受ける予定の大学に出てくるジャンルの文章とその単語を覚えておくことに真の価値がある、はい、うん、ありますね、まあ、ついでに言うとコラム欄とかもすげえ充実してるから、はい、余すところなくこの、ね、よく出るテーマの部分を読み込んでおいてほしいっていう、はいはい、うん、もうまさになんかしゃぶり尽くしてほしい参考書ですね、はい、何回も何回も読み直してほしい、はい、で、はい、できるならシャドーイングでこの速さ、この長文を高速で読めるレベルまでやっておくと、はい、早慶で心折られることがなくなるんじゃないかなっていう、はい、そうなんですよね、これ、はい、なので全部やんなくてもいいです、これに関して言うと、うん、やれたら全部やった方がいいけど、はい、自分が受ける予定の学部を優先してやってやって全然構わないですね、ですね、はい、はい、で続いて文法、はい、英文法ファイナル問題書の難関大変、はい、はい、出ました、これ赤い方ですよね、はい、はい、ラブヒストリーやってない方ね、そう、僕やってないです、はい、まあ、これは正直、はい、むずいです、はい、でも特に、ね、どこで使うかって言ったら、まあ、早稲田だろうな、はい、うん、文法が出題率が高いのはやっぱ早稲田が結構出るんで、うん、そうですね、うん、まあ、やっとくといいかなと、ただ、はい、これやれたらもちろんやった上で分野別やった方がいいんだけど、はい、分野別とこれどっち優先しますかって言ったら分野別なんだよ、そうですね、分野別の方がやっぱりスポットを絞ってますからね、そう、はい、だからこれは本当に仕上げレベルの文法で、うん、まあ、これやっとけば多分これより難しい文法ほとんど出ないよレベルなんで、はい、うん、確かに、うん、
まあ、まずこれをやって、うん、あの志望校のレベルまで仕上げましょうと、はい、でこれやりつつ同時並行で、はい、解釈、うん、ポレポレ英文読解プロセス50ですね。うわ出ました、もうポレポレ僕が一番好きな参考書です。はい、はい、まあ、あの基本はここだの、はいね、西先生の発展系の参考書ですけれども、はいですねはい、この難易度で、はい、あの薄さで、はい、あの解説の充実度っていうのはすごい。いやそうですよ、うん、本当、うん、あとポレポレをやっておけば、うんまあ、どんな英文来てもあの子ビビんねんなみたいな、はい、しかも早期に関してもねそうですねはい、うん、ですポレポレはね、はい、やっぱりその読めない文章を読めるようにさせる参考書で、はいはい、早期に挑んだレベルだとやっぱね、うん、読めないんですよ。読めないですね、うん、こんなのマジ読めんのみたいなやつ出ますからね、はい、やっぱり、うん、看板とかにできるようになってみれば読めるんだけど、はい、最初はやっぱ読めなくて、はい、何らかの参考書でそれ読めるように仕上げていく必要があって、はいまあ、それにすごく適してますよね、うんうん、ですね。これは本当に何回もやり直して、はい、あの徹底的に仕上げてほしいなと。はい、まあね、急ぎでやるなら2週間ぐらい全部終わらせることもできるんだけど問題数少ないから、はいまあ、でも1ヶ月ぐらいかけてもいいんじゃないかなっていう。でそうですね、さらに言うとその後も毎週毎週ぐるぐる回して、はい、3ヶ月ぐらいずっとやってほしいよね。いやもう僕まさにそれでしたね、本当に、うん、もうそれのおかげで英語覚醒しましたから、はいはい、なんかポレポレでできるようになったと思うまでやってほしい、はいうん、そうなんですよね。これライオンとかむずいんですけど、はい、粘ってほしいですねこれは、はいはい、でこれが終わったら、はい、残りはもうあと長文2冊、はいハイパートレーニングのレベル3と、はい、やっておきたい英語長文700。おもうこれも王道ですね、はい、でハイパーの3は意外と簡単なんで結構すぐポレポレ終わったら即いけるとは思うんだけど。そうですね、はい、700がね、うん、むずいんだよ。700がねむずいですね、うん、これこれね日本語がむずいんだよ日本語むずいですよ。抽象度めちゃめちゃ高いですよね、はい、これね結構、はい、よく自分が理系の生徒から、はい、医学部志望とかで、はいはい、日本語の意味わかんないですけどみたいなこと聞かれたりはしてた、ね、毎年恒例ですよね、はい、あれ700かみたいな、うんはい、ああそれ700でしょって言ったら、はい、700ですって言ったら、はい、って、はい、あ3第3問とかでしょみたいな話で、はい、よく話すんだよありますね、うんはい、これはやっぱり難しいんで何回も読み直してほしいかなと、はい、だからこの辺は正直あの回答の根拠云々というよりは訳して内容を理解できるかを試していった方がいい。そうですよ ね、 ですね。やっぱこういうのを解くためにもやっぱりそのリンガメダリカとかのテーマ別で結構知ってるとやっぱりちょっと変わってくるんですよね、はい、そうですね、はいまあ、でもこのレベルは本当に過去問と同レベルなんで、はいまあ、過去問に入る前に一旦体勢つけて過去問で心が折れないようにしておくっていう、はい、そうですね。でここまでやって大体早い人なら2ヶ月程度で、はい、遅い人でも3ヶ月あれば一応終わりきるかなっていうぐらいの難易度ですね、うん、ですね。はい、はい、まあで発展は分野別なんですよね、はい、確かに発展そうですもん分野別になっちゃいますね。そうだから、はい、その発展っていうものはない代わりに分野別がいっぱいあります、はい、なるほど。場合は、はい、だから東大レベルも実は英語はないんだけどその理由っていうのは、はい、東大長文とか、はい、とかじゃないんですよねそこまで行くと、うんうんうん、確かにレベル的にはもうなんか早慶なんですけどあとはそれの聞かれ方とかそうですよね。そうそうそう対策が全然大学のに変わってきちゃうから、はい、長文としているレベルとか文法としているレベルはここまでで十分、うん、そっから先は大学に合わせた対策をしていこうっていう段階ですね、はい、なんか英語長い道のりでしたけどなんか見えてきましたねなんか、はい、で大体だからどれぐらい時間がかかるかっていうと英語は、はいやっぱりその総計レベルまで日大レベルから持っていくだけでは9ヶ月程度、はい、大東亜とか、ね、入るならまあプラス2ヶ月ぐらい、はい、中学レベルからやり直すならさらにプラス3ヶ月ぐらいかかるかなっていうところ。それがかかりますね、うん、で分野別は、はい、さっき言ったように基本同時並行でやっていくものが多いから、うんまあ、プラスされるのは 1,2 ヶ月のことが多いかなとは思いますね。志望校にも言えるけど、はいうん、だけどやることはやっぱり多いんですよね。常に英語は時間がかかる科目 で、ね、復習もしなきゃいけないしいろんなジャンル並行してやらなきゃいけないしみたいな、うん、単語、熟語、文法、古文みたいな。そう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 、はい、だから、うん、やっぱりそのねこういつまでにどこまで終わらせるかなっていうのをいろんな参考書で結構同時並行で見ていかなきゃいけないかなっていうところがあって、うんまあ、複雑ではあるんだけど、うん、ただ言えるのはどの参考書でもやっぱり基礎の土台があってこそ分野別に入れたり難関に入れるっていう部分があるんで、うん、基本やっぱり長文に入る前までの準備段階でどれだけ完成度高く終わらせられるかっていうのが、うん、その後の、完成度を決めます、うんうん、確かに。で大半の人はやっぱね、はい、ネクストとかの時点で完成度低いんですよ。低いですね、うん、完成度低い上に低いものをどんどん積み上げていくので、はい、もうなかなか基礎がガタガタみたいな、はいはい、で
そこで、はい、だからさっき言ったさ、あの心レベルでも、はい、シャドーイングとかまでちゃんと仕上げてれば、はい、センター8割いくよって話はしてたんですけど、はい、まさにそれで、うん、これが終わってんのにセンター5割6割の人実はいるんですよ。でその人たちは結構答え暗記してるだけだったりとか、そうですよね、スピード意識した勉強してなかったりとか、はい、あの答え役を覚えてるだけで実は自分で訳せって言われたら訳せなかったりとかね、はい、だから日大レベルでの壁はそこですね、はい、センターで点が取れない人はおそらく基礎力が低いっていう、はい、うん、結構これ見ていやそんなことしないっしょって思うかもしれないですけど、うん、結構やってますからね皆さん意外とね丸暗記多いですよね。いやもう結構半分ぐらいこれなんじゃないかっていうのもありますね、はい、毎年で、はい、それを突破してもマーチの壁があって、はい、でそれを突破しても総研の壁があると、はい、マーチはやっぱり正確に訳せてるかどうかの状況を、はい、見るもので、うん、総研レベルは難しい長文って心が、ね、あの折れるとか、はい、止まるっていうケースが発生すると思うんでその辺を、うん、それぞれのレベルを参考にして克服していくと、うん、つまらない人は逆にもういきなり過去も入ってもいけちゃったりはするんだけど、確かに事前に参考書に詰まっておくっていうためのものって感じですね、うん、この辺の長文に関して言うと、はいはい、やっぱそのマーチレベルで終わってよしじゃあ早期の過去もやるかってやると結構あの心折れるんで、はい、あの折れることがあるんで、はい、まあ、折れないところもあるとは思うんですけど、はい、やっぱりそこで一回その折られて折られてで何かもうどんだけ折られても大丈夫みたいな感じしたと結構強いですよね、はい、まあ、特にね、はい、ポレポレやってないで長文行くと、はいはい、多分地獄を見る。そうですね、うん、俺マーチまでここまでやったのに総計やっぱ壁があるみたいな、うん、ところをうまくはしごかけてくれるのがポレポレですよね、うん、なので、うん、まあね、長文入りたいなとか英作文入りたいなとか焦る気持ちはいろいろあるとは思うんだけど、はい、その手前の段階で、うん、あの取りこぼしがある人はどっかでやっぱりいつかしっぺ返しを食らうとは。そうなんですよね、そこをやっぱり潰していかないと次のレベルに上がれないんですよね、うん、でこれは正直どの教科でも言えることですね、はい、うん、英語はいろんなことやるものが多い分、うん、その手前となるどんなジャンルでも必要なことっていうのを最初にやっていくことがすごく大事な科目です、うん、でそこをおろそかにすればするほど、はい、ね、そこそこ実は例えば分野別の参考書だけやってれば点数取れたりはするんだけど、はい、最後の1点なり、うん、もうちょっとってところが届かなくなってしまうので、うん、基礎からちゃんと積み上げて全部終わらせましょうっていうことですね、うん、はい、ですね。単語を覚えてられない人でも、はい、ゼロから積み上げれば早稲田いけるんで、うん、そうですね、はい、その通りです、うん、で過去問の傾向はものすごい大事なんで、はい、志望校挑めるレベルになったら早いと過去問に入ってやんなきゃいけないことを決めて、うん、参考書やったらまた挑んでってことをどんどん繰り返していって何回も何回も過去問は、うん、合格点取れなくても挑んだ方がいいです、うん、都度都度見ていった方がいいですね、うん、はい、そうですね。ということで、はい、多分今まで一番長いと思いますが、いや長かった、はい、英語の勉強法は、はい、以上にしたいと思います。はい、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。山口先生、はい、このね、今回の動画でも紹介したような、はい、いろいろな勉強法とかさ、うん、各教科の参考書とか、はい、うん、いろいろ受験についての情報とか、はい、めちゃめちゃいろいろ載ってるサイトあるじゃないですか。ありますね。逆転合格 .com ってサイトなんですけど、はい、それがね、こちらから、飛ぶことができますね、はい、こちらですね。で、まあ、これ見てもらえれば本当に滝大塾のやり方全部書いてあるんで、はい、だちょっとね、文字だと辛いなって人向けに動画もありますね、はい、この滝大塾チャンネルっていうね、はい、こちら、そうですね、この登録がこちらですよね、はいはい、こちらに行ってもらえればね、過去の動画も全部見れますので、はい、うん、ぜひ見てもらえればと思います。です、うん、中西さんもう一個ありますよ。おさらになんとこの下、うん、あ、下、はいはい、コメント、ああそうだね、はい、うん、この動画を見て、なんか疑問に思ったことは、はい、もう僕から一つ一つ返していきますんで、はい、もう皆さんもう続々とコメントしてもらえればと思います。はい、はい、